はい。皆様、こんにちは。安弘です。この動画は NHK 出版から出ている大河ドラマ、光る君へのガイドブックに載っているあらすじを参考に、第4回の内容をネタバレ解説する動画となっています。ネタバレが嫌な方は放送後に復習動画としてご覧ください。それでは早速、第4回の概要をお話しした上で、その後に深掘り解説に入ります。 まず前回までの状況を簡単に整理します。と言ってもちょっと申し訳ないんですが、今回の動画は撮影スケジュールの関係上、まだ第2回の放送までしか見れてない状況で撮影しているので、その点ご理解願います。まあガイドブックであらすじは知っているので、解説に特に差し障りはないかなと思います。はい、ということでまず、権力争い、朝廷の権力争いから整理するとこんな感じになっていました。 え、右大臣の金家が制裁次男の道金に命令し、園雄天皇の食事に薬を盛ります。その結果、園雄天皇がどんどん体調を崩していったという様子が第3回で描かれたはずです。では、なぜ金家は園雄天皇の食事に薬を盛ったのかというと、このような状況になっていたからでしたね。えまず、金家のいとこの頼忠という人が関白でえ朝廷内のナンバーワンです。 ただ、その頼忠の娘である信子と遠融天皇との間には王子が生まれなかった。それに対し、金家の娘の秋子と遠融天皇との間にはえ、唯一の王子である康人親王が生まれたという状況でしたね。はい。にもかかわらず、遠融天皇は金家や秋子のことを嫌って、え王子を産んでいない関白の娘である信子の方を中宮、つまり制裁にしたという状況でした。 え、園天皇が金家や秋子を嫌っている理由については、第2回の動画で深掘り解説しているのでえ、忘れちゃったよという人はそちらの動画で復習してください。はい。とにかくこんな感じで、園雄天皇と金家は、えー、関係が微妙でしたので、金家からすると、え言うことを聞かない園雄天皇よりも、自分の孫である安人親皇に早く天皇になってほしいという状況だったので、 さっさと遠友天皇は天皇をやめてくれないかなという状況だったわけで、宝から薬を持っているわけですね。はい。そして遠友天皇の立場から見ても、遠友天皇と金家は確かに関係性は微妙なんですが、ただ、遠友天皇にとって安人親皇は唯一の王子ですので、もちろん安人親皇を天皇にしたいという気持ちはあるわけですね。はい。ということで、遠友天皇と金家は関係性は微妙なんですが、 安人親王を将来天皇にしたいという気持ちは一緒でした。はい。ということで、第4回でついに円融天皇は、体調を崩していること、プラス安人親王を将来天皇にしたいということで、えー、天皇を辞めることを決断します。ちなみに、ガイドブックのあらすじを見ているだけだと、円、え、融、ー、天皇がどのタイミングで自分の食事に薬を盛られているということに気づいたのかわからなかったんですが、 えどうやら遠融天皇はどこかのタイミングで薬を盛られていることに気づくようです。はい。ということで、薬を盛られていることに気づいた天皇は、秋子に対してこのように言います。自分に毒を持ったのはお前と金家か。安い人が東宮になるために賃は引く。されどお前のことは生涯許さぬ。二度と顔を見せるな。と言ってえ、秋子に対しセンスを投げつけるんですね。 でそれでセンスがアキコの顔に当たっちゃってアキコは血を流すんですけど英雄天皇は血なんか流すんじゃない鬼のくせにみたいなことを言ってアキコの元を去っていくみたいなシーンが第4回で描かれるようですいやーなかなかね壮絶なシーンですよね、まあ、特にアキコの気持ちを考えると本当に切ないですよね、えー、皆さんドラマを見ていてわかる通りアキコはあくまでもね 遠融天皇にかつてのように朝愛してほしいと考えている一女性なわけで、え当然薬を持ってるのはアキコではありません。アキコはそんなこと知らないわけですからね。はい。なんだけど、遠融天皇はアキコのことをこんな感じで責めたということで、まあ、アキコの気持ちを考えると本当にやるせないですよね。はい。で、それで、アキコは父の金家が帝の食事に薬を持っていたということを知って激怒するわけですね。で、それでアキコが父金家に対して、 帝の食事に薬を持ったんですかというふうに問い詰めるんですがえ、それに対して、いや、そんなの知らんな、みたいな感じで、ラを切る父、金家というねえ、そういうシーンが第4回で描かれるようです。はい。ということで、え本当にね、円融天皇であったり、秋子の気持ちを考えるとやりきれないんですが、まあ、最終的には金家が思い描いた通り、円融天皇は天皇の座を退くということになりました。はい。 ただ、円融天皇の次の天皇は、まだ安人親王ではありません。というのも、円融天皇が即位したとき、次の天皇は諸貞親王だよ、というふうに決まっていたんですね。えー、諸貞親王というのは、広の父、ため時が漢文を教えている、まあ、ちょっとね、えー、女性好きで問題行動が多い王子になります。えー、この人が次の天皇と決まっていたので、 英雄天皇が辞めたことで、諸貞神皇が火山天皇として即位することになりました。はい。では、火山天皇ってそもそも何者なのということで、まあ、僕の動画を普段見ている人にとってはおなじみの解説になっちゃうんですけど、簡単に経図を確認しておきます。はい。まずドラマには登場してないんですが、霊静天皇という天皇がいました。で、霊勢天皇はおそらく精神疾患的なものを持っていたので、早くに天皇を辞めます。 こうして969年に霊静天皇が天皇を辞め、霊勢天皇の弟が園雄天皇として即位することになりました。はい。ただ、兄弟で天皇の位を譲ると、今後の皇位継承ルートをお兄ちゃんの家系で行くか、弟の家系で行くかという問題が起こってしまうわけですね。なので、園雄天皇は中継ぎ予定で、 英雄天皇の後は、再びお兄ちゃんである霊勢天皇の家系に皇位継承ルートを戻しましょうというふうに決まっていたと考えられています。はい。そういう理由があって、英雄天皇が即位したとき、霊勢天皇の王子である諸貞親王が交代し、次の天皇だよというふうに決まったわけですね。はい。そして、今までお話ししたような経緯があって、第4回の時点では984年なんですけど、 えー、984年に炎雄天皇が上位し、諸貞親王が、えー、火山天皇として即位することになりました。はい。そしてこの時まだ火山天皇には王子がいなかったので、炎、えー、雄天皇にとっては子供、金井にとっては孫の康人親王が交代し、次の天皇に選ばれたということになります。はい。こうして火山天皇の治世が始まったわけですが、火山天皇は 自分の外おじ、つまりお母さん方のおじにあたる藤原義親という人を急激に出世させ、えー、義親のことを徴用するようになりました。はい。ただこの時義親はまだ28歳なので、えー、朝廷内の重鎮たちからすると、あの若造目がという状況だったわけですね。はい。こうして火山天皇から遠ざけられた関白の頼忠であったり、武大臣の金家は火山天皇と対立していく。 という様子が第4回で描かれますはい、火山天皇が藤原の義家のことを徴用し漢博の頼田だとかえ武大臣の金家を遠ざけた理由についてはえ後に深掘りパートでさらに深掘り解説しますはい、まあこんな感じで天皇が変われば朝廷内のパワーバランスも大きく変わるのでえ天皇から遠ざけられ不遇になる人も出てくるし 一方で、ヨスシカみたいに徴用され、一気に出世する人も出てくるわけですね。はい。で、そんな感じで、火山天皇が即位したことにより、真宙の父、ためトは、ついに12年ぶりに官職を得ることができました。はい。では、なぜ火山天皇が即位したことで、ためトが官職を得ることができたのかというと、こういう人間関係があったからでしたね。え簡単に復習します。 まず、金家がため時に対し、諸沢親王の漢文指南役という仕事を与えます。で、その代わりにため時は金家に対し、親王の情報を渡すということで、えー、ため時はある種、金家の患者になっていたわけですね。で、もちろん諸沢親王はそのことは知りません。はい。で、ため時は今、患者になっているとはいえ、えー、諸沢親王に対して頑張って勉強を粘り強く教えていましたよね。 あの諸貞親王が、まあ、結構その問題行動が多い親王ということで、まあ、全然ね真面目に勉強しようとしなくて、まあ、他の指南役はどんどん去ってしまうんだけどめ時は長年ずっと勉強をしていているって関係でしたよね。でそれで諸貞親王の方も、えー、俺の元を去らなかったのはお前だけだみたいな感じでた、えー、め時のことを信頼しているって様子が描かれていましたよね。 はい、こんな感じで為時はイ家との関係の中で火山天皇に勉強を教えているわけですが火山天皇はそれを知らないし兼、まあ、家の患者とはいえときが一生懸命火山天皇に勉強を教えていたということは事実ですので火山天皇はときのことを信頼しときのことを出世させてあげたということになりますでは具体的にどのような感触を得ることができたのかというと タメトキは、式部の城というポストを与えられています。式部の城というのは、式部省という大学寮とか、まあそういう学問関係の統括をしている役所があるんですけど、えー、そこの職員ということになりますね。はい。で、忘れちゃった人は、第1回の動画とかをご覧いただきたいんですけど、タメトキって、えー、自身が大学寮出身者なんですよ。で、大学寮出身者にとって、その大学寮とか、えー、学問のことを統括している、 式部省の職員になるということは非常に誉れ高いことだったらしいので、た、え、め、ー、時は式部の城というポストを与えられて、えー、非常に喜んだと思います。はい、ちなみにため時が一時期式部の城というポストについていたことが、えー、紫式部の式部の部分の由来となっていますね。はい、でさらにそれに加えてため時は6位のクロードというポストももらっています。 これはどういうものかというと、まず6位ということで、朝廷からもらってる位は6位で全然高くないので、本来であれば天皇に会うことなんてできない身分なんですね。はい。なんだけど、クロードっていうのは天皇の秘書的役割になりますので、6位のクロードは6位という位でありながら、天皇の側近として働くことができるっていう非常に誉れ高い仕事だったわけですね。 はい、こんな感じで為時は式部の城と6位のクロードというポストをもらって一気に出世することができましたちなみに第1回からずっと登場している藤原信孝っていうめ時の友人いますよねえこの人も火山天皇の時代に6位のクロードになっているので信孝と為時は同僚だったということになりますなのであの大河ドラマでは第1回の時点ですでに友人だったみたいな感じで描かれてますが 実際は、6位のクロードとして同僚になったことで、信孝とため時に関係が生まれたというふうに考えられています。はい。朝廷関連の解説は以上です。続いて、真宙と道長のラブコメパートのあらすじに入ります。まず、第3回はこんな感じで終わっているはずです。まず、山岳の見物中に真宙と道長が再会しました。 それで、まあ、山岳を見ていたわけですが、最後、山岳の一員の仮面が外れて、その男がかつて真宙にぶつかった謎の男だった、みたいな感じで第3回は終わっているかと思います。はい。では、その謎の男、一体何者なのかというと、この人は山岳の一員の直秀という人になります。この人は全然史実の人ではなくて、完全にドラマのオリジナルキャラになりますね。 役回りとしては、ガイドブックを見る限りでは、山岳の一員という立場から、真広と道長をつなぐパイプ役みたいな感じになりそうです。はい。ということで、まあ、こんな感じでオリジナルキャラとの出会いを描きつつ、その後、真広と道長はいろいろお話をするわけですが、その中でついに真広は、ため時の娘だというふうに自分の身分を道長に明かしました。 で、それを受けて、道長の方も身分を明かそうとするんですけど、まあ、その途中で藤原の信孝が通りかかって、なんか話が途中になって、うやむやになっちゃったわけですね。はい。そんな感じで、結局道長は身分を明かすことができず、まあろと道長は、一旦ね、別れることになりました。で、その時に、その帰り道に、まひは、信孝に対して大きな声で、 山岳がとても面白かったから、次もまた来ようと思うのみたいな風に、大きな声で信孝に言ったんですねで。これはどういうことかというと、信孝に言ってると見せかけて、えー、道長の方に、えー、また山岳の上映日に再び会いましょうという風に言ってるわけですね。はい、こんな感じで、ま、ヒロと道長は再会の約束をしました。しかし、この二人、再会の約束をしては、毎度すれ違っちゃうって感じで描かれてますよね。 はい。ということで、今回もすれ違っちゃいます。というのも、すでにお話ししたように、まず、安人親王が皇太子に選ばれていましたよね。で、それで、祝いの宴を開くぞーってことになったんですけど、え道長は立場上、どうしてもこの宴に参加しなければなりません。そして、その宴の日と山岳の上映日が被っていたわけですね。はい。こうして結局、道長と真宙は、えー、またまた再会することはできず、すれ違っちゃいました。 はい。なんだけど、その後、二人が再び出会うチャンスが訪れます。というのも、真宙が五節の舞っていう宮廷行事があるんですけど、これで踊ることになったんですね。まあ、簡単に言うと、えー、女性がね、舞を踊るっていう行事になるんですけど、えー、まあ、いろいろな経緯があって、真宙がこの舞人に選ばれて踊ることになったんですね。はい。で、それで今、真宙は舞をね、踊ってるわけですけど、踊ってる最中に、あれあそこに居眠りしてる貴族がいるなってなるんですよ。 しかも、その人をよく見てみると、なんとその居眠りをしている貴族がサブローだったわけですね。はい。ということで、えー、結局、マヒロは道長から身分を明かされる前に二人は別れてしまいましたよね。なので、マヒロは、え、サブローって貴族だったのってことで、まずそれで大きな衝撃を受けるわけですね。しかも、それ以上の衝撃をマヒロは受けることになります。なんと、その居眠りをしているサブローの隣に、 かつて、真広の母を殺めた道金がいたわけですね。はい。こうして、真広は大きな衝撃を受けることになりました。で、その後、まひろは、一緒に舞をね、踊った女性たちとの会話の中で、サブローの正体が、右大臣金家の制裁三男である道長だということをついに知ったわけですね。で、それに加えて、真広は、その道長の兄が母を殺めた道金だということを知ったわけですね。 はい。こうして二つの大きな衝撃を受けた真宙は、えー、その場で倒れてしまったという感じで、第四回の放送は終わりになります。はい。ということで、まあ、今回もね、かなり盛り上がりそうな脚本となっていましたね。はい。ということで、ここまでが第四回のあらすじの説明になります。続いて深掘りパートということで、えー、火山天皇と藤原義親の関係について深掘りします。 まあ具体的に言うと、なぜ火山天皇がまだ28歳の藤原義鹿をそれほど徴用することになったのかっていうねえ、その辺の話をしていこうと思います。ということで、このケ図を使って説明します。まず、984年に遠遊天皇が上位し、火山天皇が即位した。で、それに伴って遠遊天皇の王子である靖人親皇が皇太子に選ばれたというところまであらすじで説明しています。 はい、こんな感じで火山天皇の治世が始まったわけですがえ、残念ながら火山天皇って非常に権力基盤が弱い天皇だったと考えられているんですね。えどうしてそう言えるかっていうと、まず、園雄天皇の時代に引き続き、藤原の頼忠が関白になったんですが、えこの形図をご覧いただければわかるように、頼忠と火山天皇ってかなり血縁関係が薄いんですね。 具体的に言うと、頼田だって火山天皇の外籍とは呼べないわけですよ。なので、この2人は関係性が希薄でした。でそれは、右大臣の兼家も同じです。右大臣の兼家も火山天皇の外籍とは呼べず、関係性が希薄だったわけですね。はい、では、火山天皇の外籍って誰なのかというと、それが今赤丸が出た藤原のこれただという人になります。藤原のこれまさと呼ぶこともあるんですけど、この人ですね。 この人は金家のお兄ちゃんになります。はい。なんだけど、この人ドラマに出てないですよね。ということで、実はこの人はドラマが始まる前にもうすでに亡くなっちゃってるんですよ。ドラマが始まる時代の前にはすでに亡くなっちゃってるんですね。でさらに言うと、火山天皇は、永静天皇とこれただの娘の海氏との間に生まれた王子なんですが、その生みの親である海氏もすでに亡くなっているんですね。はい。こんな感じで火山天皇は、 え、関白の頼田だとか、右大人の金家、みたいな朝廷内の重鎮たちとの関係性が希薄だし、本来であれば一番頼りになるはずの、え、外祖父のこれ田だとか、え、お母さんの海士が亡くなっているってことで、非常に権力基盤が弱い天皇でした。そして、火山天皇は権力基盤が弱いので、それを埋めるために、外おじである藤原義親を、まあ、ある種頼らざるを得なかったわけですね。 はい。なんだけど、ヨシチカって、これただの五男なんですよ。というのも、これただの長男から四男までは、この頃にすでに全員亡くなってしまっているので、五男のヨシチカくらいしかいなくて、赤山天皇にとって有力な外籍は、もうヨシチカしかいないって状況だったんですね。なんだけど、ヨシチカは五男ということで、この時まだ28歳の若造で、え位も樹脂の長ということで、まあ、それほど高くなかったんですね。 はい。ということで、火山天皇は自分の側近としてふさわしい位に吉鹿をしようということで、吉鹿のことを一気に出世させるわけですね。はい。ということで、吉鹿の、ね、出世について見ていくと、まず984年の8月に、えー、クロードの塔といって、吉鹿は火山天皇の秘書官のトップになりました。でその2ヶ月後、10月に、えー、朝廷内の位が樹詩位の長から樹三美に上がりました。 さらに翌年985年のうちに、えー、くらいが13位から12位に上がり、さらにポストもゴン中ゴンまで上がったわけですね。はい。こんな感じで火山天皇にとって頼れる外籍が藤原の義鹿しかいなかった。なんだけど義鹿はまだ若く、それほど、それほど朝廷内の立場が高くなかったので、えー、藤原の義鹿のことを一気に出世させたということになります。それに加えて火山天皇は、 火山天皇の乳母の子供である藤原のしげという人も重用していますえ。この人、大河ドラマには、ま、キャストが用意されてないので、おそらく登場しないと思うんですけど、ま、藤原の義鹿と同じく重用されたえ藤原のしげって人がいたわけですね。でこの人、ま、後世の物語に書かれている話なので、ま、どこまで本当かどうかわかんない部分もあるんですけど、えー、五位の摂政と呼ばれていたらしいんですね。 えどういうことかというと、まあ、朝廷でもらってるくらいは五位なので、それほど高くないんだけど、にもかかわらず、まるで摂政家のように、火山天皇の代わりに実権を握ってるみたいな感じで、五、ま、位、あの摂政と呼ばれていたというふうに、まあ、後世の物語では書かれているわけですね。はい。まあ、こんな感じで後世の物語で書かれるくらい、まあ、藤原の惚重って人は徴用されていたということなんだと思います。はい。こんな感じで、火山天皇は、まあ、藤原の吉家であったり、 えー、藤原のこれしげを重用していたわけですが、まあそうなると当然従来の権力者たちは反発を覚えるわけですよね。はい。その結果、まあこれはすでにあらすじで説明しましたが、火山天皇は関白である頼忠や、右大臣である金家とは対立していくということになりますで。特に金家にとって火山天皇って超邪魔くさいんですよ。どうしてかというと、えー、火山天皇の次の天皇は安人親王って決まってましたよね。 で安人親王にとって金家は外祖父にあたりますので、安人親王が天皇になってくれれば、金家は天皇の外祖父として君臨できるって状況だったんですよ。なので、金家はさっさと火山天皇はやめてくれないかなと考えるわけですね。はい。こうした事情により、後々金家は大きなクーデターを起こすことになるんですけど、えー、それはドラマがもうちょっと進んだら解説したいと思います。はい。 火山天皇と藤原義鹿の深掘りは以上です。続いて、藤原のため時の出世について深掘りします。具体的に言うと、なぜ火山天皇が即位したことでため時が出世することができたのか。実はその辺の事情ってはっきりとはわかっておらず、まあ、説が3つくらいあるので、まあ、その辺について深掘りするって感じになります。 はいということでまずドラマ的なお話を復習すると、まあ、こういう人間関係の中でめ時は出世できたというふうに描かれていました、えー、復習するとため、えー、時は金家の患者という立場ではありますが、えー、火山天皇がまだ王子だった頃一生懸命勉強を教えてあげたそれで諸定親王もため時のことを信頼するようになったので 火山天皇として即位した時為時のことを出世させてあげたという感じでおそらくドラマでは描かれるかと思います。はいなんだけどこういう人間関係はあくまでもドラマのオリジナル設定なので、まあ、こういう人間関係があったかどうかわからないわけですね。というか、まあ、金家と為時の間にこういうやり取りがあって為、まあ、時が金家の患者になっていたということは、まあ、完全にドラマのオリジナル設定なので、まあ、実際は99%そんなことはなかったと思います。 はい。なんだけど、史実として、えー、諸貞神皇の読書始めにおいて、ため時が講師補佐役をやっているってことは分かっているんですね。えー、読書始めって何かというと、まあ、その偉い貴族の子供であったりとか、天皇の王子であったりとか、そういう人が初めて勉強しますっていう時のね、えー、儀式を読書始めって言うんですけど、えー、その時ため時が講師補佐役をやっていたということは分かってるんですね。 わかってるんだけど、まあ、その理由はよくわかってないのでえ、ドラマでは金家とため時の間にこういうやりとりがあったんだっていうふうに脚本を膨らませているわけですね。はい。ということで、まあ、とにかくため時は公子、補佐役を務めたことがあって、火山天皇とは顔見知りだったわけですね。はい。ということで、まあ、そういうつてがあって火山天皇が即位したき、ため時は出世することができたんじゃないかというふうに説の一つとして考えられています。はい。 で加えて言うと、火山天皇に徴用された藤原義親って人いますよね。この人との関係の中で、め時は出世できたんじゃないかという考え方もあります。というのも、め時の妻、千谷派と言っても、千谷派っていうのはドラマのね、オリジナルの名前なわけですけど、め時の妻と義親の妻が、実はいとこなんですね。 はい。ということで、まあ、こういうつてから、ためきが吉鹿に接近することができて、た、え、め、ー、時の出世につながったんじゃないかという考えもあります。はい。で、さらにもう一個だけ言うと、えー、火山天皇の乳母の子供で徴用された藤原のれしげって人がいましたよって話しましたよね。で、その藤原のれしげとの関係の中で、ためきは出世できたんじゃないかという考え方もあります。えー、どうしてそう言えるのかっていうと、 ため、えー、ときとこれしげはまず同世代で、まあ、年齢はだいたい同じくらいなんですね。で、二人とも文上小の出身になります。えー、文上小出身ってどういうことかというと、えー、大学寮でまあ、簡単に言うと中国史とか漢文を習った人のことを文上小って言うんですけど、まあそんな感じでため、えー、ときとこれしげって結構ねその同世代だし大学で同じような学問を学んだってことで、まあ、近しい関係だったんじゃないかって予想されてるわけですね。 はい。ということで、まあ、結局のところ、どれが決定台になったっていうのはわからないんですけど、まあ、こんな感じで、ため時は火山天皇であったり、その側近と友好な関係を築いていたと考えられているので、まあ、それがね、えー、好影響を与えて、ため時は出世することができたんじゃないかと考えられています。はい。しかし、ため時が出世したことに対し、面白く思わない人物がいました。 それが、右大臣の藤原の金家になります。なぜかというと、すでにお話ししたように、金家は火山天皇と対立していましたよね。なので、その火山天皇によって出世することができたため時に対しても、まあ、当然良い感情は抱きません。ということで、まあ、金家に嫌われてしまったということが、まあ、後のね、ため時の没落につながってしまうんですけど、それはもうちょっとドラマが進んだらお話ししたいと思います。 はい。ということで、今回の動画は以上で終わりです。最後までありがとうございました、えー。今回は撮影スケジュールの関係上、まだ第3回の放送が見れてない状況で撮影を、ね、していて、ちょっと申し訳なかったんですけど、これはあくまで例外で、まあ、基本的にはちゃんと前回の放送を見て、それを反映した上で解説したいと思ってますので、今回はね、ちょっと例外ということでご容赦ください。 あと、ちょっとね、1月が思ったよりもいろいろとスケジュールがパンパンで思ったように動画が撮れなかったんですけど、まぁ、現地物語の解説動画とか、いろいろと少しずつなんですけど、準備は進めてますので、よかったら応援よろしくお願いします。ということで、これからもね、応援してくれるよって方は、チャンネル登録や高評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。